チンパン人というタイトルでねお届けしてますけども、まあ私はね確かに一般人ではないですね。隠居なんてことをかましてるわけですからね。で10年前は借金3000万円以上ある、これも一般人ではないですよね。借金3000万円以上になっていて、リアルタイムで毎月毎月、借金がねプラス100万以上どんどんどん積み上がっていくということでございました。で後半はやけになってましたんで、その借金の半分ぐらいは私のキャバクラ通いがね原因だということでございましてとんでもない借金の作り方、まさに浪費のオンパレードだったわけですよね。商売でのマイナスと同じぐらいそうやってね私の消費活動をしてたわけですけども、まあそうですね、私も普通の人ではあるんですけども、結果普通の人じゃないところに今いるかなと思います。まあ、例えばねこういうふうな例を思いついたんですけど、吉谷さんどうですかね。あの宝くじがあるじゃないですか。宝くじを買ったら、あ1億円当たるかもとかね、今1億円じゃないですかね、3億円ぐらいですかね。とにかく宝くじを買ったらね、もしかしたら当たるかもしれないって思う人多いと思うんですよ、ね、これが普通の人の感覚ですよね。まあまさかねセルフバックをやってカード1枚作って1億円作れるかもしれないってこれ思わないですよね。これが私の場合は宝くじを買っても1円も当たらないと思うし、それ逆ですよね。だから一般の感覚とは、宝くじを買えば買うほど損すると思ってるわけなんですよ私はね、うん、で反面セルフバックには1億円以上の価値を見出してるんですよ。これもだから一般の感覚とは違いますよね。そういうふうに、まあ以前はね私はつつましく、いや私も一般人ですよ、何言ってるんですか吉谷さん、一般の人はとかね世の中の人はとか言うけども、いや自分も一般やみたいなこと思いましたけども、確かに一般ではないかもしれないです、うん、そういう吉谷さんもね一般人ではないですよ、どう考えても、うん、だって一般人の平均点があるでしょ、学業とかので、吉谷さんはやっぱりその辺は一般のそのあれですよ、私が言うのはちょっと申し訳ないんですけども、私は誰よりもバカですって言葉がね全てを象徴してるぐらい、ライブ放送でね漢字が書けないから全ひらがなとかね、暗算ができないからもうね途中で自分で持ち出した計算がごにゃごにゃ、まあとにかく大きいんですよみたいな感じでね、何なんだこれはみたいな、演技かと思ったら、まあでも本当にそうなんだなっていうところもありますけども、でもですね、その持てるカードできちんと今の暮らしを作り上げていらっしゃるところ、そしてね R34 なんていうのね誰も持てないような車を持っていて、憧れて固い会社員をやっていてもね、家庭を持つほど立派な方も R34 大好きでもねなかなか買えないんですよ。いやそれ考えるとやっぱね一般人ではないですよね。でまさに私以前ね言い損ねたんですけども、セルショー100万キロは私は無理ですよ。車買っても全く乗ってない上に、もうこれで3台とか4台になるわけですよ分散して距離がね出ちゃうんで、セルショーだけ100キロってのは無理ですね。うん、ナイト2000もねまだねほとんど乗ってなくて14万キロぐらいですからね今ねいやだからねもうないでしょうね、私が100万キロ乗る経験を何かの車でするってことは。トラックドライバーのバイトでもしなければね、ついたトラックのメーターが上がるだけか、うん、で鹿児島から宗谷岬まで行くわけでしょ、日本縦断、これも普通の人ではねできないですよね。で私もはばかりながら47都道府県フォローアップ勉強会しましたからね、オフ会はね。吉谷さんが47都道府県行くっていうから私やったんですけども、私は終わりましたけども、吉谷さんはこれからですかね、うん、これもねこの発想も普通の人じゃないです。まあお互いに社会からこぼれ落ちた普通の人じゃない人生を歩んでるのかなと思いますね。ただですよ、ここはちょっと頑として言いたいんですけども、持てる材料は多分お互いに平均以下のものだと思います、私たちはね。じゃなければ商売であそこまでねこけることはないですし、部下に翻弄されることもなかったはずなんですよ。ましてや自分の選んでいた会社を離れなければならないようなねことになるとかね、私なんて自分で作った会社とか店から離れられたわけですからね、離れたかったわけですから何なんだろうと思いますよね、うん、吉谷さんもね希望して入ったそれこそ日本を代表するようなね、IT 会社にいて、その絶頂期にね離れるわけですから、やっぱこれもねなんか損得抜きの判断だったのかなと思いますけども、まあいろいろあるんでしょうね。私もいろいろありましたからね。見えてる部分のきらびやかさと実際に中にいて感じる毒々しさね、これ本当にギャップがありますよね。私はねもう本当になんかこう今振り返ってですけども、当時のこともそうだし、サラリーマン時代のこともそうだし、いや誰よりもブラックだったんじゃないかなと、それに気づかずに
今に至るんではないかなと。今振り返ったら、あれ本当に俺がやった人生なのみたいに思いますよ。吉田さんもね、やっぱ私から見えてるのとは逆に、当時六本木ヒルズに詰めて、ね、港区の事務所でしたっけ、まあ、相当なね詰め込みをしていたのかなと。そして評価されることはほとんどないと。なんか知んないけど借金だけ増えていくと。しまいにはね、生産書を出したら、こんな知らんでって1秒でね返されるみたいなね、面白いエピソード満載で、これも普通の人じゃないなと思いましたね。まあでも材料は普通の人じゃなくても、結果は普通の人をね抜群に抜くようなね、そんなことができるのが今の世の中かなと思います。そこに必須なのはやっぱり YouTube かなと思いますね。ということで今回のタイトルは、私は一般人ではありません、チンパン人ですというタイトルでねお届けしました。チンパン人並みの私の脳みそでもちゃんと隠居暮らしはできているってことかなと思いますけども、いかがでしょうか。いってらっしゃい。